今日は十分頑張ったでしょ。あとは任せて。そこにいるのは、また未来を見てしまったの。あなたは誰？何を伝えようとしてるの？せめて顔だけでも。ここはどこ？何があったの？だから今は逆に自分の夢の中にいるってこと？そうだよね。疑似時間結晶から生まれた私の行動の仕方はまるで人間が夢を見ているようなものなんだから。だから私を夢に閉じ込めても新しい夢は見れない。だって私はただの物語の記録者で創造者ではないから。それよりここから脱出する方法を早く見つけよう。メイちゃんたちはどうなったのかな。でも私がこの前見た未来だと彼女たちは無事脱出してるはず。ううん、違う。何かとても大事なことを忘れてるような気がする。暗い。このままじゃ何も見えない。どうやって脱出すればいいの？何？誰が何をしたの？偶然かな。やっぱり早く出口を探そう。私の夢ってこんな風になってるんだ。
どうして？よし、続けて進もう。私の存在に関わる物語がないからかな。本当に悲しい発見だね。おかしいね。こっちも阻まれてるなんて。あれ？どういうこと？全然心当たりがない。おかしいよ、なんでここに崩壊獣がいるのかな。ここは私の夢じゃなかったの？まあいい、考えてる余裕なんてないよね。まずは戦おう。一体誰？まあいいや、それより引き続き出口を探そう。どっちへ進もうかな。なんだか妙な直感が働いたかも。早くここを離れないと。まるで誰かが直接意識に話しかけてるみたい。エヴァ！この先が出口だよね。ありがとう。さっきからずっと案内してくれてるよね。あなたはずっと私たちのことを見てる。そうでしょ？わかりやすいヒントだったしね。私の存在のあり方は特別だから、この世界の異常をより感じやすくなってるの。それで、あなたが時間なの？私が見たのは、あなたの目に映る物語だよね。誕生した瞬間から、私の目に映る世界は、並行する無数の時間に切り分けられてる。果てのない時間の中で、私は数えきれないほどの過去と未来を経験して、数えきれないほどの似たような物語を見届けてきた。
物語はそれぞれ違い、長いものも短いものもあった。あるものは月下美人のようにすぐに消えたし、あるものは小川のようにより遥かな未来へと通じていた。唯一変わってないのは、私が注目してきた、ずっと見守ってきた物語の未来なんだ。最近になってようやく分かったの。こういう時間は誰かのためだけに存在するって。一人の人間が加わるたびに物語に新しい輪廻が生まれる。その人は私と同じく物語の一部始終を見届け、より遠い未来を見てみたいと思ってる。その人が選択するたびに物語は少しずつ書き換えられて、その人だけの表情を見せる。それはあなたなの？あるいはあなたたちなの？やっぱりね。こんにちは。時間の起点と終点、すべての物語の起源。まさかあなたたちとこんな形で会えるなんて。今まではずっと物語の見届け人として数えきれないほどの過去と未来の可能性の間をさまよってきた。でもそういったすべての生存者に会えるなんて思ってもみなかったよ。本当に感動できるシーンだよね。そして今、あなたたちがここに現れたってことは、私が見たあの未来は、もう手の届く場所にある。そうだよね。彼女たちの物語を見たら、見て見ぬふりをする人なんていないって知ってたよ。だってそれは長くて美しい物語だからね。何も知らなかった少女はつまずきながらも、数えきれないほどの笑顔と涙を経験して、やがて頼もしいバルキリーになっていった。お疲れ様、よくやったねって言ってあげたいでしょ。そしてこう伝えたい。うん、そうだね。どうやら私はやっぱりあなたのために生まれた命みたい。ありがとう。あなたと一緒にいた長い物語もやっと思い出せたよ。今度はあなたが私を案内する番だよね。あなたは、あの時漁師の海にいた。どいて、あなたは何者なの？もう一人のゼーレに今のあなた。はじめまして。あなたの勘は鋭かったよ。私がここに属さないって気づいたなんて。でも心配しないで、悪意はないんだ。私に呼びかける
あなたたちに気づいたから、ここに現れることができたの。そして、あなたたちの呼びかけのおかげで、私は夢の檻から解放されたんだ。だから、恩返しとして喜んで助けてあげる。あ、そうだ、テレサ学園長が。問題ないよ。彼女のすべてを夢で見たから。彼女は大丈夫。でも、確かに助けが必要だと思う。さあ、一緒に彼女がまだクリアしてないことをやり遂げよう。怖がらないで。これはちょっとした移動技術だよ。ただ、虚数空間でしか力を発揮できないから、あなたたちの役にはあんまり立てないんだ。テレサ学園長！大丈夫。気を失ってるだけよ。お疲れ様、テレサちゃん。後のことは私たちに任せて。力尽きても、あなたは人間たちの夢を守ってたんだね。本当によかった。あなたは、やり遂げたよ。たとえ彼らが、こういったすべてを感じ取れなくても、本能は、未来への憧れは、やがてこの世界に、新たな奇跡をもたらす。彼らが私に授けた、この力のように、成し遂げたわよ。早く虚数空間にいるキアナたちに連絡を取って。終焉の眉の座標が分かったわ。もしもし？聞こえてる？ずっと待機してたお子ちゃまたち。そんな大声を出さないで。頭が痛い。ごめん、大丈夫？大丈夫に決まってるでしょ。まあ、兵を養うこと千日、要は一朝にありっていうし。早く元気を出しなさい。まさか。うん。誰が行くのかもう決めたんでしょ。グズグズしないで。もう時間がないんだから。
問題ありません。好きの律者ブローニャたちは一緒にやり遂げます。はい。ケビンが終焉の力を支配できている以上、終焉の律者が一人じゃなくちゃいけないって誰が決めたの？私たちの思想空間が互いにつながっている限り、律者の権能が何人に集中しようが、そんなことは重要じゃないでしょう。もし全てを一人に集中させなければならないというなら、私はもちろん譲れないよ。ただ、私たちはチームなんだから、もし可能であれば、みんなで一緒にこの重要な使命を果たしたいって思うのは当たり前だよね。まあいいや、私は構わないけど。権能を貸し出そうが、思想空間をつなげようが、意識の律者にとっては何も変わりはないし。だから手短に話すと、あなたたちはどうしたい？ 1,2 時間かけて深いところまで融合するとか言わないでよ。時間は有限なんだから。それはありません。少し前の経験から見る限り、ブローニャたちが目指す状態は支配の律者と対決した時の状況に似ています。さらにはっきり言えば、キアナをみんなをつなげる媒介にするつもりです。ただ今回私たち3人以外に必要なのは委員長じゃなくてあんただよ、指揮の律者。勝手にすれば？言ったはずだよ、時間は有限だって。先陣を切るのは誰？起源の律者よりもっといい選択があるかしら。キアナちゃん、この刀を握って、そして目をつぶって、それから思いのままにすればいい。残りのことは私に任せて。全てを理解する前に少女は奇妙な地に足を踏み入れた。頭上には綺麗な夜空ときらめく星々、足元には涼しい源、無限の投影。それは彼女が見たことのない景色だった。まるで人類が憧れる美しさをすべてここに集めたようだ。胸の鼓動を感じながら優しく導かれ、彼女は正解の奥へと出発した。時間は完全に止まっている。旅の道中で彼女は起源の律者のすべてを紐解いた。終点にたどり着き、彼女は雷の律者の本質を理解した。元凶が終わり、体が消える直前に、彼女は再び、ライデン・メイを知った。どうだった？不思議な感じだったよ。まるでメイ先輩が歩んだ道をもう一度たどって、その時の感情を体験したみたいだった。
キアナちゃんの今の気分を聞いてるのよ。もちろん最高だよ。体に101人分の力があるみたい。大したことないじゃない。私に代わったらキアナは1001人分の力を手に入れられるよ。キアナの人数なんてどうでもいいと思いますが、四季の律者、あなたは時間が大事だと主張したじゃないですか。さあ、キアナ、始めましょう。観察することを学びたければ、混沌を直視しなければならないと言った人がいました。だから私は両目を閉じる。耳を傾けたければ、静寂に身を置かなければならないと言った人がいました。だから私は雑音を遮る。未来を知りたければ、今を生きなければならないと言った人がいました。だから私は地に足をつける。すべてを手にしたければ、すべてを奪わなければならないと言った人がいました。だから私は変わる。もう終わりましたよ、キアナ。え？どうしたんですか？断りの律者の本質がこうもシンプルだったことが意外でしたか？シンプルだったというより、あそこには何もなかったと言った方がいいかもしれないね。で、断りの律者の力はそもそも砂上の楼閣、つまり数学みたいなものです。1たす1は2の証明はただ自然数の定義を繰り返しただけです。断りの律者もただ文明が進化した時の理論を自然に継承しただけなんです。ですから、断りの律者の権能を統合しても他の律者の身には何も起こりません。それは一般人の奇跡ですから。でも大丈夫です。キアナはすでにウローニャの力を受け取りました。これで十分です。それじゃ、次は私の番だよね。確かに、キアナちゃんと四季の律者が統合に成功したら、すべての律者の権能は半分が通じ合ったことになる。つまり、それ以外の律者の権能は？ええ。一つずつ挑む必要があるのかもしれないわ。マユが何を用意しているのかは誰にもわからないけど。は？あなたたちバカなの？もういい。キアナ、ちゃんと立って。そこから動かないでよ。ここは…ほら、終わったよ。ついでに瞬間移動も手伝ってくれたんだね。どう、キアナ。今のあなたには1万1人分の力があるはずだよ。つまり、私たちの権能の統合は成功したってこと？もちろん。キアナとブローニャの時ですら十分早いと思いましたが、まさか四季の律者の方が早いとは。もっと早くすることもできたはずだけどね。理由についてはライデン・メイ自身が一番よく知ってるでしょ。それはここが数十億の意識が織りなす巨大な網で、あなたが意識の律者だからなの。
ライデン・メイ、とぼけてるの？あなたがついでにやれと頼んだんじゃない。今はそれをわざと聞くわけ？どういうつもり？え、何？あなたの律者の権能が他のすべての律者の権能を通じ合わせることじゃなければ、あなたたちがさっき言ってたあいつらが四方八方から襲ってくることもないはずでしょ？ここは駅？メイ姉さんはこの場所を知ってるんですか？さっきこの空間で起源の律者の権能を手に入れたんでしょ？悪いけど権能と意識の律者を統合させたからね。あなたたちの考えは筒抜けだよ。四季の律者、自分で説明できるわ。ここは多分私と、あるいは起源の律者と関係があるの。この前いわゆるバックドアを探してた時、ビーコンは私をここに導いた。でもさっきの状況は完全に逆で、まだ探してないのに向こうから目の前に現れたの。終焉の眉のシグナルはすでに暴かれてる。だからこれはつまり、私たち、あるいはこの中の誰かが終焉の律者になるまであと一歩のところに来てる。分かりきってることじゃない。さっきから言ってるけど、さまざまな律者の権能はすでに四方八方から集まってきてる。ライデン・メイ、本当に何も知らないの？起源の権能が一体何なのかは本当にまだわからないの。ただ直感で動いてるだけ。結果はあなたたちも知っての通りよ。でもうまくいきすぎじゃない？過去の敵の律者コアを一つずつ探して戦って権能を集める必要があるんじゃないかって思ってたんだけどな。同感です。今の状況から言うと、そもそも律者自体に対する認識が大きくずれてるのかもしれません。待って、だったらこの前ってもしかしたらミスってたんじゃない？覚えてる？最初私たちはあるエネルギーを追って進んでた。今思い返せば、私たちが追ってたエネルギーはメイ先輩のものと全然違ってたでしょ？そうみたいね。今考えてみれば、あの時の私が追ってたのはケビンの影で、あなたたちが追ってたのは起源、つまり私だった。だから一部の出来事はたまたまなんかじゃなくて、願えば叶うって話だったのね。現状を変えたい、早くみんなと合流したい、キアナちゃんを助けたい、不可能なことを可能にしたい。小さな願い一つ一つが私が前へ前へと進むための力になってる。その願いを一箇所に集めれば、もしかしたら権能になるのかもしれないわ。もし本当にそうなったら、ロマンスの権能というべきだね。あなたたちは。ここで一旦水を差すべきかな。四季の律者、何があったの？さあね、ライデン・メイとブローニャはまだ見えてる？
私は誰も見えなくなった。みんなと連絡が取れる？動かないで、目をつぶって。あなたたち運がいいね。メイ先輩、ブローニャ、私は大丈夫だよ。でも一体何があったの？わからない。推測するとしたら、マユがすでに力を発揮しているのかもしれない。キアナちゃんはまださっきの駅にいるの？そうだよ。それはもしかしたら終焉のマユがキアナを選んだのかもしれません。おでもここには霧くらいしかないんだよ。どうすればいいんだろう。四季の律者、ちょっと手伝ってくれる？もう乗りかかった船だし、遠慮する必要なんてないよ。ありがとう。今感じたんだけど、全ての律者の意志と力がキアナちゃんのいる方向へと集まっているようなの。それを見分けて、その中に潜む危険を排除してほしい。それってつまり、数人分の律者の意識に私一人で抗えってこと？やった。できないなら無理は言わないわ。それでも私とブローニャちゃんは自分の意識をそこに投影させる。なんとかキアナちゃんのために空間を安定させたいから。ちょっと、意識の律者を見くびってない？たかが死んだ数人の律者の意識に抗うだけで、生きてるあなたたちだって別に怖くなんかないよ。さすが四季の律者ですね。でもこの状況で意識を投影させるなんて危ないんじゃ。能動的か受動的かの違いしかないわ。この白い霧はキアナちゃん以外の全ての律者を見分けてる。だから私たちはもう一度吸い込まれるかもしれない。それともすでに終焉の力をコントロールする方法を見つけたから、私たちの助けなんてもういらないって言いたいの？わかった。みんなとケビンを対等にすることが私の責任だって言うなら、もちろん助けを断ったりはしないよ。その言葉を待ってました。キアナ、まずは目の前の霧を払ってあげます。でもそうしたら私たちの間にあるつながりが一時的に途切れるかもしれないよ。心の準備をしておいて、キアナちゃん。始めますよ。霧、確かにちょっと薄くなってるみたいだね。メイ先輩、ブローニャ、四季の律者。この剣能は神職の律者のものかな。なるほど、以前起源の律者に倒されたんだね。あんたの願いは理解したよ、神職の律者。
あんたに証明してみせる。どんなものが永遠に存在すべきで、永遠に存在できるのかを。大丈夫。これはみんなが私のために作ってくれたチャンス。今回だけじゃない。十数年前にパパたちと出会った時からすでにこの道を歩んでる。ここは私たち三人が初めてリチャを迎え撃った戦場。そして悲劇の舞台でもあった。ウェンディ、あの時ブローネに伝えられなかった言葉はもう届いてるよ。あんたは優しくて強い女の子だってみんな知ってるから。今こうしてるのはみんなの幸せがリツシャの力よりもっともっと大事だからだよ。難しいね。あんたのものだよね。説得できなかったけど、あの時あんたは私に自分の選んだ道を歩くように言ってくれたよね。あんたは結果しか認めなかった。私はそれが全てじゃないって思ってるけど、確かに結果にも大事な意味がある。イッヒ・リーベ・ディッヒ。花はやっぱりいい香りがするよね、セシリアママ。超空誌。ここで私はメイ先輩やブローニャと出会った。幸せなことも悲しいこともたくさんあった。すべてが終わったらみんなと一緒に超空誌に帰ってみよう。その時この都市は別の顔に生まれ変わるのかもしれない。ここは、メイ先輩とお姉ちゃんが見届けた物語だよね。運命のいたずらに翻弄された人たちに安らかな眠りを。たとえ悲劇が避けられないものだとしても、私たちはずっと戦い続けていく。いろいろあったけど、四季のリツシャはもうすっかり頼もしい仲間だよね。ずっと引きずってる問題は
もう答えを探す必要はないでしょ。あんたは不可じゃない。不可になる必要なんてないんだから。この扉の裏は、ここなんだね。終焉の眉、どんどん近くなっています。心配しないで、キアナちゃんはもう光だけを追いかける子じゃないわ。今のあなたは他人を照らす炎、耐えられない過去も、あなたの力にしかなりません。次は本当に終点です。私はキアナ・カスラナ、普通のヴァルキリーだよ。そしてオットーによって作られた実験体 K423 でもある。さらにシーリン、彼女の延長とも言える。もちろんそれよりも私はジークフリートの娘、テレサの姪、デュランダルの妹、姫子先生の生徒、メイ先輩やブローニャ、委員長たちの友達。そして、K423
ケビンの後継者。それは理由を聞いてるの？それとも私の願いのこと？遠い昔の私の願いはパパを見つけることだった。セイフレイヤ学園に入学してからの私の願いは最強の S 級バルキリーになること。学校を離れてた間の私の願いは時間を戻すこと。今の私の願いはこの完璧じゃない物語を少しでも完璧に近づけることだよ。昔の人々が熟食を手に入れ猛獣から身を守るために火を起こすことを学んだように、今の苦境を解決し早く願いを叶えるために私はあんたのところに来た。時間の尺を伸ばせたら火も終焉の力も最終的には日常生活で最も普通でどこでも見られる一部になる。そして人類の生活もそのおかげで未来へと足を踏み入れる。私がやらなければならないのは木を切り裂く稲妻になることだけ。そして枯れた木に灯った火種で人類が何をなすのかを楽しみにしよう。あんたのなぜには二つの問いがあるんだね。正直その質問は行動してる人間であれば誰もあんまり深く考えてないはずだよ。答えはずっと彼らの目に見える手が届くところにあるんだから。この世界が私を育ててくれたから。私の前にも世界を美しくするために助けてくれた人に幸せを与えるために進み続けた人がいたから。彼らが私に強さと根気を教えてくれた。彼らが私に前へと進む勇気をくれた。彼らが私に愛とは美しさとは何かを教えてくれた。そして彼らが今まで私のそばにいてくれた。その中の一部は互いを知らず会ったことすらないかもしれない。でも彼らに助けてもらったことがないって誰が言えるの？だから今日ここに来てあんたの前に立つのが私じゃなくても、きっと他の人が現れて彼らのためにここに来るんだと思う。そしてその人も今の私と全く同じ意志を見せるんじゃないかな。世界は私たちに命を授けてくれた。しかしそれを燃やすことでしか私たちは自分の価値を表せない。決まってるでしょ。ただの鏡なんだね。あるいはあんたは私。
の自分と向き合う。これが終焉を継承する資格なのかな。どうやらやっとケビンと同じスタートラインに立てたみたいだね。彼のやり方は盗みに近かったけど、マユはそれでも彼のことを認めた。それと同時に私たちの中から勝者が誕生することも期待してた。それなら見事に勝ってみせなきゃ。もちろん私たちはケビンと同じくそれぞれの時代を代表してるんでしょうね。様々な偶然を経て普通の人よりも一歩前へ出て運命のスポットライトの下に来た。私たちは律者になったけど、それでも人間のままなの。これからしなければならないことは人類の意志を貫き門番との最後の戦いに挑む。人間は真理を求める種族です。誰もが真理を追い求める中で成長していきます。確かにブローニャたちは過ちを犯し道を踏み外してしまいます。でも人類の意志もまさにそこに現れるのです。過ちを犯しても直せばいい、道を踏み外しても引き返せばいい。過去の罪を変えられなくても今を生きていればまた明日を作り出すことができます。起源はある種の終わり、終焉もある種の始まり。真理でも永遠にはなれません。真理を求める過程こそが永遠になるのです。これは私たち三人とケビンの戦いじゃない。これは人類全体が運命に挑むための戦いなの。過去から引き継ぎ今を乗り越え未来に至る。私がかつて読んだ夢の中にこういうシーンがあったの。それはとある晴れた朝のことだった。作家を目指す男の子とヒロインになりたい女の子は芝生で物語を作るゲームをしてた。男の子は長い間考えてやっと物語の始まりを書いたけど、どうすれば女の子に進めてもらえるかわからなかった。そして彼はこう聞いたの。もし真っ暗な洞窟に閉じ込められたらどうやって脱出する？女の子はこう答えた。大声で助けを呼んで洞窟の外にいる人に助けてもらう。そして男の子はまた聞いた。もしそれが夜で洞窟の外に誰もいなかったとしたら？女の子は少し考えて、そして答えた。そうしたら松明を作って自分で出ていく。それはうまくいきすぎだなと男の子はつぶやいた。そして彼は自分が読んだ物語を真似て女の子に新たな障害を設けた。もし洞窟の外に大きなドラゴンがいたらと彼は言った。そうしたらその子が夢を見てる間にお尻に火をつけるよ。
女の子は元気いっぱいに手にした枝を振り回した。驚いてどいてくれたら家に帰れる。男の子は驚いてこう言った。てっきりかと思った。女の子は真面目に答えた。そんなことはしないよ。洞窟に閉じ込めたのはドラゴンじゃないかもしれないでしょ。それにもしかしたらその洞窟はその子の家なのかもしれないし。男の子は物思いにふけった。面白いゲームでしょ。でも人はそれぞれ違う。だからこそ私もとても気になるの。物語が終盤に入り、ヒロインである女の子が松明を手にして巨竜と対峙したとき、あなたは彼女にどうしてほしい？どん…ない…でも、もう少し早くできるの？私がかつてそれは男のもし女のそして女のそれもしそうし男の女のそれに男のおもしでも人はそれぞれ違う。だからこそ私もとても気になるの。物語が終盤に入り、ヒロインである女の子が松明を手にして巨竜と対峙したとき、あなたは彼女にどうしてほしい？どんな結末が見たい？任務完了。うん、思い通りの結果だね。ヒロイン A は可愛いだけじゃないんだよ。今日は十分頑張ったでしょ。あとは任せて。